皆さんこんにちは、日本語の森のりなです。今日は単語の覚え方を説明します。やり方はとても簡単で、日本語自分の国の言葉、日本語自分の国の言葉の順番で単語を書いて覚えていきます。ここでポイントなのは、1、日本語は必ず声に出しながら書いていくこと、2、わからない単語は飛ばして次の単語から解くことです。それでは少しやってみます。今回自分の国の言葉には英語を使用します。一週目は、覚えたい単語を日本語で書いてください。覚えたい単語を書き出したら、隣に自分の国の言葉で日本語の単語の意味を書いていきます。決意は、decision。検査は、examination。権力は、power。研究は、research。 2週目は、日本語の部分を隠してください。自分の国の言葉だけを見て日本語を書いていきます。 decision は、決意、決意。 examination、 わからない。 power、 権力、権力。 research、 研究、研究。漢字がわからないから飛ばします。単語を一通り書き終えたら、隠しておいた日本語のところを開いて答え合わせをします。3週目は、日本語だけを見て自分の国の言葉で意味を書いていきます。決意、ディシジョン、検査、エグザミネーション、権力、パワー、研究、リサーチ。3週目も終わったら、開いて答え合わせをしていきます。して単語のミスがなくなるまで繰り返し書いて覚えてみてください。ここでお知らせがあります。日本語の森 YouTube チャンネルでは毎日ライブ配信を行っています。時間は日本時間の夜7時から7時50分まで N3 の授業、夜8時から8時50分まで N2 の授業を配信しています。N2、N3 のテキスト、この一冊で合格するは、今後日本語の森 .com でダウンロードすることができるようになります。皆さん、ぜひライブに来てください。一緒に勉強しましょう。